はい。微積分理工学の5回目の授業を始めます。前回までは数え上げて基礎という話をしていましたけども、今日から3回目は微積分代数という話をしていきます。で、まあ、微積分代数という話はですね、いろんなトピックを含むんですけども、まあ、この3回でできる内容が非常に限られています。で、まあ、その中で特に群という話ですね、を非常に初歩的なことだけをやるということになります。なのでですね、この3回を見てですね、群論というものがあるんですけども、群論を勉強したとはあんまり思わないようにしてください。群論を勉強したことにはあんまりならない。ので、それは注意してください。ただ、まあ、群の定義とか、まあ、群が使える少しの例は、ご紹介しようと思いますので、まあ、それぐらいの内容だと思ってください。なので、群についてすごく、深く勉強したいという人は、まあ、それなりの、本であったりとか、それなりの授業を取るってことをしていただきたいですし、また、群以外にもですね、いろんな代数の話がありますので、それは、それ相応の、本なので勉強してください。今日はこれになります。置換群というものがあるんですけども、それに関する基礎的な用語が使えるようになるということが目標です。で、まあ、そのそれぞれは中で説明していきます。でですね、はじめに、ちょっと、まあ、導入というか、それの、動機づけとして、このような話をしたいと思います。アンナ・ガールとピーター・ブロ・ミルターセンという、研究者がいるんですけども、彼らがですね、2007年に発表した論文、これはですね、データ構造に関する論文なんですけども、まあ、その中で、まあ、次のような、まあ、パズルというか、問題を、まあ、提案というか、発表してるんですね。まあ、それがですね、この論文の、主要な内容ではないんですけども、このパズルがですね、この、アルゴリズムとかデータ構造の研究者をですね、まあ、ある意味非常に驚かせたんですね。で、割と有名になったんですけども、それをちょっとご紹介します。で、それがちょっと今日の内容に関係があるということです。どういうものかというと、まあ、100人囚人がいる、まあ、死刑囚がいるんですけども、まあ、どういう感じかというとですね、ここにですね、100個番号がついている、まあ、箱があると思ってください。ちょっとうまく書けなかったので、こんな感じになってますね。100個箱があると思ってください。で、100人、死刑囚がいるんですけども、1人ずつこの箱の前に連れられてきます。で、各囚人には番号がついていて、まあ、この方1番さんですね。1番の囚人の人。で、囚人の人はですね、ここでですね、あることをするように言われるんですね。で、何かというと、この今100個ある箱の中から、50個、選べますと。箱を選べますと。で、箱を選ぶと何が行われるかっていうと、例えば46番の箱を選びました。で、その箱を開けようとですね、箱の中に1枚紙が入っていて、その紙の中にはまた番号が書いてあります。1個番号が書いてあります。で、この番号はですね、1から100までの番号がそれぞれ異なるものが、この箱の中に1枚ずつ隠されているわけです。で、例えば46番の箱を開けたら、まあ、21番っていうのが出てきましたということになるわけですね。で、これ50回やりますね。50回やって。50、じゃあ、例えば、じゃあ19の箱次開けたら、なんか61番が入ってました。まあ、こんな感じです。で、これ50個やります。50個やって、何をこの人はしないといけないかっていうと、50個開けたときに、その開けた箱の中に、自分のその囚人番号と同じ番号の紙が入ってると、この囚人はですね、成功です。成功になります。これ成功です。で、50個の箱開けても、自分の囚人番号と同じ番号の紙が見つからなかったら、その人失敗になります。でですね、これ100人やるんですけども、何を目的とするかっていうと、これがひどくてですね、100人全員が成功しなくちゃいけない。で、100人全員成功したら、その100人全員釈放される。解放される。で、誰か一人でも失敗したら、その100人全員が失敗と見される。で、そういうことです。そういうことを考えます。まあ、なんか、戯れのようなパズルで、パズルというか、まあ、ゲームというか、まあ、そういうもので、で、この囚人の人たちはですね、前もってこの相談をしてですね、どのように、この、困難を切り抜けるのかってことを考えなくちゃいけないっていうわけなんですね。
ちょっとじゃあ問題の設定をちょっと文章にしたので、それを次にお見せします。そうですね。100人の死刑囚がいる設定で、死刑囚には番号が振られます。1から100です。で、死刑囚は1人ずつ部屋に連れられてきます。で、他の人が何をしているのかってことは見えません。で、その1人ずつがここで書いてあるような以下を行います。その部屋には1から100という番号の書かれた箱があります。で、箱には1から100の番号が書かれた紙が入っています。紙に書かれている番号は全て止まります。で、死刑囚はその中の50個の箱を開けられます。開けた箱の中に自分と同じ番号の紙が入っていれば成功で、そうでなければ失敗です。で、これですね。全員の死刑囚が成功すれば全員釈放。そうでなければ全員死刑。ちょっとなんか全員死刑っていうちょっと表現があんまりよろしくないかもしれませんけども、釈放されないということです。で、ポイントはですね、死刑囚は前もって相談できます。前もって相談できます。で、死刑囚はですね、釈放されているわけです。なので、うまく相談してうまい方法をですね、考えて、釈放されるようにしたいんですね。で、その100個の箱の中にどの紙が入っているのかということは、事前に情報何もないので、だからそれは一応ランダムだと思うことにするわけですね。で、そういうことで、その確率っていうのを考えましょうということになります。でですね、どうしましょうということなわけです。でですね、簡単な戦略があります。各死刑囚が一応ランダムに50個の箱を開ける。もう、無作為にそれぞれ、前の人が何を開けるかわかりませんから、もう、どこに何があるかってわかんないわけです。だから、各死刑囚が部屋に入ってきたら、もう自分の好きな50個の箱を選んで、開けると。で、そうしたときに100人全員成功しなくちゃいけないんですけども、その確率はどんだけでしょうというところを今計算しています。この戦略で全員成功の確率は、1人の死刑囚が成功する確率はいくつかっていうと、100個の、箱の中に自分の囚人番号と同じ番号が書かれた紙が入っている箱は1個しかないわけです。で、50個開けるんで、100個中50個を、無作為に開けて、自分の紙が入っている確率っていうのは100分の50なわけです。ですね。だから当たりは1個しかなくって、その確率は2分の1になると。ということですね。だから1回、だから1人の人が成功する確率は2分の1です。で、これ大きいなって気がするんだけども、100人全員成功しなくちゃいけないんです。ただ、その100人連続で成功する確率っていうのは、2分の1の100乗になります。ですか？で、これは、計算すると、こんなもん。7.89×10のマイナス31乗。もうこれ、10のマイナス31乗。これもほぼゼロですね。これも、あれです。ダブル型を使っても、ゼロになっちゃう。あ、ゼロにはなんないかな。32、ゼロになるかもしれませんけども、すごく小さい。ということになります。ので、これだとですね、ほぼ不可能ですね。ほぼ、もう釈放を狙うことできないって感じになりますよね。一応、こういうシミュレーションもやってみました。何かっていうと、これ試行回数ですね。だから、その100人の囚人が1人ずつ部屋に行くっていうのを、100人分を500回とします。500回やったのをその1から順番に番号をつけて、並べてるんですけども、で、この青いのが何かっていうと、各回に成功した囚人の数です。例えば1回目は39人ぐらい成功してる、そんな感じですね。で、これが成功するためには100人全員成功しなくちゃいけないわけです。だからこの青いこの点が、この一番上の100人のところに来ていれば成功です。で、それでですね、つまりこれ見ると何が分かるかっていうと、1回も成功してない。ということですね。500回やっても1回成功してない。っていうのがこの青い線で、で、この下のオレンジの線は何かっていうと、その回までの、例えばこの265回まで、ここまで。ここまでに、何回成功したかっていうのの割合です。それはどこを見ても0回、あ、0%。成功率こちらですね。0%になってるわけですね。だから、もうこれもう望みなしですね。望みなしなんですけども、今日ですね、この痴漢っていう話をちょっと勉強すると、もしかしたら、これよりもいい戦略が見つかるかもしれない。ってことをお話ししていきます。はい。それでですね、その痴漢とは何なのかって話をしていきます。
有限集合を今日は対象とするんですけども、有限集合 X があったときに、X 上の置換というふうに言ったら、それは前端子のことです。X から X の前端子ですね。まあ、こういうものですね。前端子。こういうものを、置換と言います。まあ、置換というのは英語でパーミュテーションと言いますけども、パーミュテーションと言いますけども、これは置換のことですが、置換というとですね、なんか仰々しいように、大げさなように思えるかもしれませんけども、ただ単に前端子です。自分の上への前端子です。X から X への前端子です。だからこの場合は、1、2、3乗の置換というふうに言います。で、前端子って何だったかなってことを忘れてるかもしれませんので、それを復習しましょう。前端子っていうのは、前者であり、かつ単者であるような写像のことです。ですね。今、この A と B っていう集合があった時の A から B の写像を考えていて、その F が前端子であるというのは前者であり、かつ単者であることですね。で、まあ、これは、左側のものはこれ前端子ではないんですけども、右側前端子であって、で、そうすると、前者とか単者って何だったのかってことをもう一度復習する必要があるので、それをしましょう。前者っていうのはですね、写像 F が前者であるっていうのは、ここに書いてあることを出すことですね。で、これは定理です。これはですね、集合 A とか B が有限集合である必要はないんですけども、そうでなくても使える定理です。はい。人間のラージ B の要素、スモール B に対して、ラージ A のある要素、スモール A が存在して、B イコール F があるということですね。だからまあ、これは復習なので、さらっと流してますけども、流していきますけども、気分を言いますと、気分を言うと、こういう図をですね、写像をこういう図で書いたときに、B の側を見ますね、B の側。写されていく側の方ですね。写り先の方です。これは、見ます。その時に、この左側のこの2番のように、矢印が入ってこない要素ですね。それがあったら、前者ではないです。だから逆の言い方すると、このどの、B の要素を見ても、必ず一つ以上矢印が入ってきている。だから、入ってくる矢印の数が、必ず1以上になっているというのが、前者であることの、まあ、定理だと思ってもらってもいいです。だから、まあ、図で書くとそんな感じですね。はい。これが前者です。で、もう一つ単者っていうのは何だったかというと、これですね。これも定義です。この定義で、なんだっけ。A と B っていう集合が、有限集合じゃなくても、この定義でうまくいくんですけども、2の A、A プライムに対して、FA と FA プライムが等しいならば、A と A プライムは等しい。ということですね。はい。で、これもですね、この図のイメージで言うと、単者ではない場合には何が起こるかっていうと、またこの B の方を見てですね。B の方を見て、何が起こっているか、単車ではないのかっていうと、この2っていう要素のように、矢印が2つ以上入ってくる。これがあると単車ではないということになります。だから逆の言い方をすると、単車であるものについては、どこを見ても入ってくる矢印の数が、1以下。ってことですね。だから、0であっても構いません。0であっても構いませんけども、どこ見ても1以下なってないといけない。というのが、ちょっと単純であることの定義だと思ってもらってもいいです。はい。で、そうすると、1個戻りますけども、前者の場合は、前者です。前者の場合は1以上です。入ってくる矢印の数が1以上で、単者の場合は1以下と言っていたので、前端子の場合には、ちょっと戻りますけども、前端子の場合には、ここ見て、どこ見ても入ってくる矢印の数がちょうど1であるということになってないといけないということになります。いいですか？で、これは前端子です。はい。で、またちょっと復習が続くんですけども、写像の合成っていうのがあります。これも知ってると思うんですけども、これは後でちゃんと例は出てきますが、A と B と C という集合があって、A から B への写像と B から C への写像 G というのがあったときに、A と F と G の合成っていうのをこの G〇F という形で書くということですね。G〇F っていうのは X を GFX に移すということで定義します。
ということです。はい。ちょっとこれ、すぐ例出しますけども、まあ、これは定義であって、これは、字で書い、字じゃなくて、文字で書いてますね。ちょっと文字で書くとわかんないので、ちょっと、すぐ図を見ましょう。これですね。何かっていうと、今、A っていう、写像がこういう図で表されていて、B、あ、F という写像ですね。F という写像がこう表されていて、G という写像がこう表されていると。で、これがここまでに書かれているとですね。その今、文字で書かれていることを字で書いています。で、そうすると、この G-F というのは何かっていうと、A から C への写像です。だから、A、B、C とあって、この A から C へ向かっている写像っていうのをこう作るわけですね。G-F というのは。で、それは、この2つの F と G を、先に F、次に G という順番で合成したものになります。だから何が起こるかっていうと、この G-F において、位置が何に移るかなっていうふうに思うときには、この左の図をですね。左の図をって、まず位置が F によって何に移るかなっていうのを見ます。どうぞここに移ります。で、じゃあ、G によって5が何に移るかなっていうのを見たら、これ9に移るので、で、そうしたら、G-F によっては位置が9に移るというふうにしましょうということになるわけです。ですか？このようにして合成というのを定義しています。いいですか？はい。それで、これは合成ですね。合成っていうのはですね、結合法則を指します。ですかね。3つ写像があるときに、F、G、H ですね。A から B、B から C、C から B。こんな感じになります。そうすると、写像として、これが何かします。H 丸、括弧 G 丸、F、括弧閉じる。っていうのと、H 丸 G を先にやって、丸 F としたもの。これは同じになります。同じになる、これ、写像として同じになるということと、これは、そうかな、右の、スモール a、ラージ a のスモール a に対して、h 丸 g 丸 f で a を写したものっていうのが、h 丸 g 丸 f で a を写したものと等しくなる。こういうことですね。これ演習問題です。演習問題です。まあ、そんなに難しくないんですけども、ちゃんとやってほしいということですね。だから、何を言ってるかというと、このような記号がですね、どういう意味を持っているのかということをちゃんと理解するということが重要です。で、何かというと、人の例で、例えば、何をやろうかな。じゃ例えばですね、先にこれやってる時間はあるかな。あんまりなさそうなので、これはじゃ例はやらずに、まあ、これを見てもらうとわかるかもしれない。やっぱりやろうかな。ちゃんとやろう。じゃあ、例えばですね、今この A として、スモール A として、じゃ1を持ってきましょうと。1を持ってきましょう。で、そうすると、じゃあ、まず、H 丸 G 丸 F の A って何かっていうと、まず、G 丸 F で、A を写す、A、A、1を写すんです。1を写す。1を写すわけです。G 丸 A で1を写すと何になるかっていうと、G 丸 F で1を写すと、それは1は、9につながるんですね。だからこれは、G 丸 F で1を写すと、まずこれは9になります。で、9になってから、H を使って1を写すと、あ、違う、9を写すと、これ12になります。だから、ちょっとこれは、色が合ってないんで、色を合わせると、1がまず9に移って、12に移るのが12になります。ということになりますね。はい。で、ちょっと色が合わないけども、じゃあもう一方の H 丸 G 丸 F を1で移すとどうなるかっていうと、これはまず F で移すわけです、1を。1を F で移すと、5になります。5になりますね。で、5を H 丸 G で移すとどうなるかっていうと、それは12になりますね。こうなるわけです。ただ、途中の通過点が同じようでちょっと違うわけですね。二つの写像っていうのは。だけども実際は、この通ってる道筋っていうのは同じになっていて、ってことを、まあ、ちゃんと書いてもらう必要があるんですね。この演習問題の証明では。だから今、俺はなんかその、雰囲気でやってますけども、証明っていうのはちゃんと、文字で書いてもらうことになるので、それは、定義に従って行ってください。で、重要なのはですね、この性質によって、この結合があったときに、括弧の順番がどうでもいいということになります。だから、この括弧の順番は気にせずに、あるいはその括弧をつけずに、H 丸 G 丸 F と書くことが許されるようになります。これ、例えばですね、
足し算、普通の実数の足し算とかで、1プラス2プラス3と書いても、1プラス2プラス3と書いても、計算結果が変わらないってことと、まあ、同じですよね。まあ、そういうときには、まあ、別にその括弧つけずに1プラス2プラス3と書くってことをよくするわけです。で、まあ、それと同じことをしているんだと思ってください。はい。でですね、全端写にはいろんな重要な性質があって、何かというと、全端写が2つあったら、F と G が全端写だったら、その合成も全端写です。これも演習問題ですね。これもその全端写の定義、つまり全写と端写の定義に従って証明してください。定義に従って証明するというのは重要で、なんかその図の雰囲気をですね、持ってきて証明と言われても、それは困るので、定義に従って証明してください。はい。で、このような性質を全端写とか、この写像の合成というのは持っています。でですね、この置換というのを考える上で重要な写像があって、それはこの高等写像と呼ばれる写像です。これはですね、自分自身に写す写像ですね。A から A の写像があったときに、その F というのが高等写像であるというのは、任意の A に対して A イコール F であると。まあ、図で書くとこんな感じ。ということですね。はい。で、高等写像のことを ID で考えている集合を、それぞれにつけて ID と書くこともあります。で、下に重要な違いですね。高等写像は置換である。高等写像はまず、これ全端写です。全端写です。まあ、先ほどのイメージで言うと、この入ってくる方を見ると、どこの要素もちょうど1個だけ矢印が入ってきているということになるわけです。で、この A と A、考えている集合は同じですから、これは A から A の全端写になってますから、これは A 乗の置換ですね。ということになります。はい。で、全端写をですね、考える上でまた重要なものがあって、それはですね、逆写像というものの存在です。逆写像って何かというと、F という写像があったら、その逆写像というのは、これは定義です。定義ですけども、何かというと、ここに書いてある写像 G で、ここに書いてある性質を満たすものです。で、何かというと、G というのは B から A の写像です。だから、F は A から B に向かっていってるんだけど、その逆向きに向かっている写像ですね、G っていうのは。で、G〇F が高等写像で、F〇G も高等写像であるようなものです。で、ここにちょっと例を書いてますけども、今 F っていうのが1を3、2を1、3を2に移すものとするんですね。で、こっちも同じもの書いてます。でですね、G というのを今作りたいんですけども、それは G〇F と F〇G が高等写像になるようにしたいってことですね。で、そうするとですね、実は、この図を見るとですね、これ今も作れます。何かというと、今 F がこうなったんですね。で、ここで今からこう作りたい写像っていうのは G〇F なんですけども、G〇F が、A の上の高等写像になるようにしたいんですね。この、条件を満たすようにするためには。で、そのためには、今、1っていうのは F によって3に移されてるんですけども、これ最終的に1に行かなくちゃいけないので、高等写像にするためには。この要3から1に G では移さなくちゃいけないということがわかります。で、同じことをすると、F によって2は1に移るということになってますから、で、高等写像にするためには最終的に2に移る必要があるので、2はね、2は2に移る必要があるので、1から2に矢印がなくちゃいけないということがわかります。で、同じようにですね、3って見ると、3は F によって2に色が違った。F によって2に移されるので、G を使うときには3に最終的に行かなくちゃいけませんから、2から3に移るということになって、この G というものがどういうものなのかということが、これが決まります。わかりますね。で、じゃあ、この同じ、写像ですね。同じ写像を、そのまんまこう持ってきましょうと。ちょっと待ってね。これが今ちょっとコピーしすぎて何でなんだか。同じ写像を持ってきます。こんな感じで。同じ写像を持ってくると、これも実は、ここちょっと、同じ写像を持ってくると、ここの部分も確か、今これ F〇G なんだけども、これが、高等写像になってますよということを確認しましょう。そうすると、1は2、1で1に移ると。2が3、2で2に移ると。3が1、3で3に移るということで、これをちゃんと高度数になっているということですね。だから、ここに書いた赤い写像っていうのが、G っていうのが F の逆写像になるということになるわけです。次のページかな。こんな感じですね。
だから、この F に対しては逆作動を存在するということになります。で、逆作動が存在するときには、その逆作動のことを F インバースと書くことになります。インバースオブ F ですね。F インバースと書くことになります。で、問題はですね、このような逆作動っていうのは常に存在するわけではないんですね、実は。この勝手に写像を持ってくると。なんですが、逆作動が存在するために必要十分条件っていうのは多分皆さんは離散数学でやってるはずで、復習ですけども、逆写像が存在するの必要十分条件は F が全単差であることです。全単差であれば、逆写像は存在しますし、全単差でなければ逆写像は存在しない。ということになります。で、もう一個重要な説はあって、この全単差に対して逆写像が存在するんだけども、そのような逆写像っていうのは必ずまた全単差になります。ですかね。先ほどの例です。先ほど作った、これ G がここにあります。で、この G っていうのは確かに全単差になっているということですね。はい。で、ここら辺までは大体復習になります。二三数学の復習になりますね。その全単差のいろんな性質を思い出してもらうということになったわけです。で、もう一個ですね、重要な復習があって、これもしかしたら復習が書いてあるけど、演習問題だと思います。演習問題なので、これもやってください。演習問題だと思うんで、何かっていうと、合成したものですね。まず、全単差 FG があったときに、その合成が G になるんですね。それの逆差と考えます。G になる F インバースですね。で、これは、実は F インバースと G インバースの合成になっている。ふうになって。今ですね、これ例があると、これ次、図が出るかな？出ないですね。じゃあこれ書くんだけども、今こういうような、形の F と G があるとしますね、図のように。そうすると G は F と、こんな感じになります。1が9に行って、2が8に行って、3が7に行くと。こうですね。で、じゃあ今これの逆写と考えましょう。じゃあ、G マル F のインバースと考えると、これは、この、上の、これさっき説明したかったけど、上の矢印を逆向きにしたものです。こうですね。上の矢印を逆向きにすると、逆写像が作れます。はい。で、じゃあ、同じように、今、この、F インバースと G インバースっていうのを作ろうと思うと、1、2、3、4、5、6、7、8、9。で、これも、矢印が逆になるわけですね。こんな感じで。ちょっと、汚いですけども。こんな感じになるわけです。で、そうすると、実際に、確かに、G マル F の逆写像においては、Q が1に移ってるんですけども、それは、G インバースで Q が5に行って、F インバースで、5が1に行くと。いう形の、つまり何を言ったかというと、G インバース丸逆ですね、順番が。F インバース丸、ちょっといただきます。F インバース丸 G インバースですね、G バースですから、ね。で、Q を移した先っていうのは、これは F インバース5で、それがちゃんと1になるという形で、この G 丸 F のインバースで、Q が移った先と同じになって、Q が移った先と同じになるということになるわけです。で、これ一般的に言えますよということですね。はい、これは演習問題なのでやってみてください。はい。で、ここまでのまとめってことはありますね。今言ったのは何かっていうと、全単差があったら、それはいろんな性質を出すってことを言ったんですけども、その全単差の中で、その A と B、A から B での全単差の A だと B が両方とも X って同じ集合だったらそれ置換と言ったんだけども、まずその、高等写像ですね。IDX、これ置換だってことを言いました。で、π というのが X 上の置換である。先ほど前、写像を表すのに F を使ってましたけども、置換の時にはよくこの π を使うので、π を書きます。π が X 上の置換であるときには、その逆写像ですね。π インバースの X 上の置換。全単差であると言いました。あとは、2つの全単差があったときに、その合成も全単差です。ということですね。はい。なので、置換の言葉で言うと、π と、これはローですね。ローが X
X 乗の時間であるんだったら、パイマルローの X 乗の時間ですということになります。で、時間の文脈では、その前端車っていう言葉を使わずに、車道っていう言葉を使わずに、いろんな言葉を時間という形で言ったりします。で、何かというと、この IDX、行動車道ですね。これは X 乗の行動時間というふうな言葉の使い方をしております。で、行動時間のことを E という記号で表すこともあります。ので、まあ、そういうふうに今後書くことがあります。で、時間 π に対して、π インバースっていうのは今までの言葉で言うと逆車道なんですけども、時間であるときには逆時間というふうに立ちます。π の逆時間ということがあります。で、時間の合成のことを時間の積ということがあります。で、この丸のことをこう時間に対しては積というふうに言うことがあります。で、積だと思うので、ということを使うので、その普通のですね、実数の積のように、例えばこの π 丸シグマじゃなくて π 丸ローっていうのがあったら、それの、この丸のところを省略して π ローと書くってこともありますし、π 丸 π、その π を2回続けて、適用させるような写像ですね、合成のことを π2 乗と書いたりすると。で、π3 乗とか π4 乗と使います。その π3 乗ってのは何かっていうと、π 丸 π 丸 π です。で、これ、先ほど言った通り、このどのように、括弧をつけても、これ変わらないわけですね。だから、その3乗とかですね、そんな形で書くことが許されるということになるわけです。ですか。で、これですね、π インバースなんですね。π インバースっていうのは、π の逆時間ということでしたけれども、その2つの同じのを合成したときには、π のマイナス2乗と書くこともあります。だから、これはなんかその普通の、実数に対する指数法則のようなものが、このなんか時間に対しても適用されてるんだって思うわけですね。で、それがなんで正当化されるのかっていうと、これ中ありますけども、例えばこの π2 乗のインバースっていうのは、π インバースの2乗なわけです。これなぜかというと、π2 乗のインバースっていうのは、これは、π 丸 π のインバースなんです。今までの書き方で言うと。で、一番、一つ前のページですね。これですね。この性質ですね。この性質を使うと、これはですね、この括弧が取れて、括弧が取れて、π インバース丸 π インバースなんですね。で、これは π インバースを2つ書けてますから、π のマイナス10万。ですかね。あるいは、さっきまでの書き方すると、π インバースの2乗になるわけです。π っていうのはちょっと汚いですね。π インバースの2乗なんですね。こんな感じなんです。だからこの2つ等しいです。こんな感じで、前のページの法則を使うことで、その普通の、実数に対する指数法則のようなものが、この時間に対しても適用できるということになるわけです。で、非常によろしいということになります。はい。で、痴漢はですね、前端者だったんですけども、それを見て何を思うのかってことをちょっと考えてほしいんですね。で、一つは、まず、じゃあ、この右からですね、今までの見たかったのは前端者として痴漢を見てるわけです。何かというと、こうなんか二つ、なんか集合があったら、それをその前端者として何を写すのかってことを表しているということですね。で、一方で何かっていうと、これはその移し先のものに注目するっていう見方もあるわけですね。だからその順列として使うのと。だからこれは何か、1、2、3、4、5、6っていうのを、この矢印の動かし方で動かしたときには、動かした後は1、4、2、5、6、3っていうふうに並ぶんだというふうに思うという見方もできるわけです。だから、この2つの見方をですね、柔軟に使い分けることができるといいですし、今後もそれをしていくことになります。で、これはですね、この話をするといけないかな。まあ、じゃあしないことにして、こういうふうに使い分けて柔軟に見ていくことにします。よろしいでしょうか。ちょっと待ってください。はい。それでですね、痴漢を、記述するのに、今まではですね、この図を使って書いていたんですけども、もちろんですね、論文とか本とか、そういうものではですね、この図だけでですね、説明することはできない。だから、なんか文章の中で書くためには、普通の、なんか記号で書く必要があって、で、まあ、記号で書くときの、その簡便な方法というのがいくつか提案されています。で、それを2つご紹介するんですけども、1つはですね、この2行記号というものです。で、この時には、これですね、X 乗の痴漢 π を地図に書きます。
で、まあ、ここではあと例として x っていうのが1、2、点点点 n っていう、まあ、自然数が n 個並んでいるような集合であるとします。で、その時にはこのように書いて、何かというと、1の移る先っていうのをこの下に書く。2の移る先をその下に書く。こんな感じですね。n が移る先をその下に書く。こんな感じで表すということをしたりします。で、下にはですね、その例がありまして、何かというと、今この左の図のような時間が π があったとすると、それに対して、1は3に移ってますから、1は3に移ると。2は1に移ってるから、2は1に移ると。6は5に移ってるから、6は5と。で、こんな形で書くというふうに書くという方法があります。それによって、まあ、何が何に対応しているのかということがわかるということになるわけです。で、これはですね、今、この上に並んでいるものが1、2、3、4、5、6なので、こういうふうに書いてますけども、別にそうでなくても、この同じような記号が使えます。で、注意があって、で、こう2行記号で使う括弧、これ必ず丸括弧です。よくその皆さん、行列を使うときにですね、行列に対してこの丸括弧を使ったり、この角括弧を使ったりとかですね、その人によって、あるいはその教科書によって、いろいろなその流儀があるかもしれませんけども、この2行記号をですね、この角括弧で書くっていうのは私は見たことがないですし、多分それは許されていないです。あ、多分とか言っちゃった。許されていないです。だから、安全のために必ず丸括弧を使うようにしてください。もしかしたら、括弧を使う人いるかもしれませんけども、まあ、普通は丸括弧を使います。丸括弧を使います。はい。で、x が1、2、点点点じゃなくても同じ記号を使います。ということですね。で、これを使うことによって、ちょっと今から2行記号になりましょうということになります。今ですね、ここに π という、時間と σ という時間があるとしますね。その時に、じゃあ、この、合成考えましょう。π のシグマですね。で、もう一度言うと、この π のシグマの時のシグマを先に適用するというのが重要ですね。はい。で、今、ここにはですね、その π とシグマを並べました。ますかね。そうすると、例えばですね、π マルシグマに対して、例えばですね、4っていうのを、4で π マル、4を π マルシグマに動かそうとすると、これ何になるかというと、定義上は、こうなるわけですね。これ合成の定義ですね。合成の定義です。そうすると、じゃあ、シグマ4は何なのかっていうと、シグマで4が何に移るかっていうと、これ6になるわけです。6になるのは、この π の中に、これは6になるわけですね。ですか？じゃあ、6は何に移るかっていうと、6は5に移るので、これ π6 ってこれ5になります。だから4は結局この合成によって5に移るということになるわけです。で、それをこの2行記号の中でだけで行おうとしてもここです。どういうふうにするかっていうと、例えば、じゃあ4を見ると、4は、6に移ると書いてますね。で、6は何に移るかっていうと、6は5に移るわけです。で、一応、まあ、この行が必要かどうかちょっとわかんないですけども、なかった方がわかりやすいかな。ちょっとなかった方がわかりやすいんで、なかった方がいいんですけど、4は6に移って、6が5に移るから、4は5に移ると。いうふうにして、この行を作っていると。この行というか、この2行記号ですね。を作っているということになります。じゃあ、1はどうかというと、1は4に移って、4は4に移る。で、1は4に移ると。こんな感じですね。いいですか？こんな感じで、この2行記号の、形で合成が書かれる。合成は積ですね。時間の積が書かれるということになります。ではですね、この π インバースですね。逆置換はどういうふうに考えればいいかっていうと、ここに書かれているのは、上に書かれている π そのまま書いたものです。で、それのインバースです。で、先ほどですね、逆写像とか逆置換をするときに矢印をひっくり返せばいいっていうふうな言い方をしたんですけども、それは、この2行記号においては、上の行と下の行を入れ替えるってことを教えればよいです。で、そうすると、もともとでは1が3に移ってたんだけども、それは3が1に移るという形で書かれるわけです。で、これで逆置換が作れます。まあ、ただですね、上の行を1から6に揃えた方が見やすいので、その上に揃えたのが、右の書き方です。まあ、このように揃える必要があるかと言われると、必要はないんだけども、このようにした方が見やすいということです。はい、いいでしょうか。まあ、こんな感じで、この2行記号を使っても、この積であるとか、逆写像を作れるということになります。逆置換ですね。逆置換作れるということになります。でですね、特殊な置換というのがあって、これが今後重要な役割を果たします。で、何かというと、まずですね、隣接互換。
っていうのを言うんですけども、隣接一個間っていうのは、ある i を用いて次のように書けるような置換のことです。で、何かっていうと、i と i プラス1があったら、そこだけを交換すると。i の中先が i プラス1になって、i プラス1の中先が i で、他のところは全部同じ。っていう、そういう置換です。だから、まあ、ここですね。i が i。i プラス1があります。こんな感じですね。で、それはですね、今、この下の、この例もそうなっていて、これは2ですね。で、3、3。こんな感じになっている。で、他のところは全部同じ。こういう、置換です。で、この、赤と青ですね。これ必ず隣り合ってなきゃいけない。まあ、隣り合ってなきゃいけないので、これ隣接って呼ばついているということですね。まあ、図で書くとこんな感じ。隣り合って2と3っていうところの矢印が交差していると。こういう形になっているということですね。で、この隣接してなくてもいいもののことを普通の互換と言います。互換っていうのは、その2つが離れていってるんだけども、i で jj と、こんな形になっていると。下の例で言うと、3、3、6、6。で、他のところは全部同じ。ということですね。だからこれ図で言うとこんな感じで、この3と6が交わっているということです。注意がありますね。隣接互換、互換である。先ほど言っていた隣接互換っていうのは、この3と6っていうふうに、赤と青で丸がついている、これがこの隣り合っているわけですね。だから3と4とかですね。そういうふうになっている場合は隣接互換ですから、隣接互換は互換の特殊な場合であるというふうに言えるわけです。はい。で、このですね、今、2行記号をお伝えしたんですけども、もう一つよく使う書き方があって、それが巡回記号と呼ばれるものです。で、それはどういうことかっていうと、2行記号っていうのは、この見方ですね。x を x に通す。この見方で書いたものをそのままその2行で表したものなんですけども、ですね、巡回記号っていうのは、この写像の書き方の図をまず見直そうというところから始まります。で、どういうふうに見直すのかっていうと、この、写る元と先ですね。まあ、地域と周域と言ったりするかもしれませんが、それが今同じなので、同じところに書きましょうと。で、これ同じところに書きました。だから、この左側と右側っていう区別なく書いてるんですね。この1から6っていうのを。で、1が3に写るっていうのを、この一つの中に書いちゃう。1が3に写ると。矢印で。ここ書いちゃう。2が1に写るっていうのも、ここで書いちゃう。矢印で。3が2に写るっていうのも、ここで書いちゃう。ここですね。4が4に写るっていうのは、こうだと。こんな感じですね。で、こんな形で、これ有効グラフなんですけども、有効グラフで書いちゃうっていう書き方を元にして、1行で書いているのが巡回記号です。で、この巡回記号をちょっと、言うと、これ、まずこの例で説明しようとすると、どうなってるかっていうと、この上のですね、図を見るとどうなってるかっていうと、実はですね、1、3、2でぐるっと回ってるって、こういう構造が見えるわけです。で、4だけでぐるっと回ってるんですね。5、6でぐるっと回ってる。こういう構造があるわけです。で、このぐるっと回ってるっていうのをうまく表しましょうっていうことになるわけですね。で、グラフ的な言い方をするとですね、どの焦点を見ても、そこから出る矢印の数っていうのはちょうど1個なわけです。それはですね、この左の図において、この地域の方、左の方から出ている矢印がどこからもちょうど一つだということに対応します。で、一方でですね、どの頂点を見ても、そこに入ってくる矢印もちょうど1個です。ちょうど1個です。で、それはですね、左の図で言うと、右側の X を見たときに、そこに入ってくる矢印がちょうどどこを見ても1つであるということに対応するわけです。ですか？で、有効グラフの言葉で言うと、どの頂点の、入り次数も、先に言ったのは、入り次数です。順番です。下次数も1で、入り次数も1である、有効グラフがこれで得られるわけです。有効グラフが得られます。で、そうすると、そういうものは、必ずこのようなですね、有効経路の集まりになります。とりあえず、考えてもらうと分かるんですけども、そうなります。で、その有効経路一個一個を、ここで
書いてると思ってください。例えば、今、この未公平論では、1から始まって、次が3、次が2っていうふうに現れているので、それがこの1、3、2という、ここに現れているということです。で、ここにですね、5、6という有効平論があるんですけど、ここに現れているということですね。で、4については書いてない。この書かない、なんだろう、長さ1の経路は、この巡回記号には書かないっていうのが、まあ、お約束というか、普通そういうふうに行われるっていうふうになっています。はい。まあ、書いてもいいんですけどね。まあ、だからこの、ここにこの4と、こう書いてもいいんだけども、まあ、普通は書かない。ってことになっています。で、これが巡回記号です。で、そうするとですね、巡回記号って実はこの書き方に任意性があって、ちょっと同じように書くといけないかな。だから例えば、この π っていうのを、56132と書いても、これはよろしいです。だから今、この赤、青の順で見てるんだけども、青、赤の順で見るっていうふうにしても、考えている時間としては変わらないわけです。だから、このように大きく書いても構わないんです。C、例えば、65213とこう書いても構わないんです。それはですね、この経路の、この意図だと、どこから出発するのかってことを、変えても経路としては変わらないので、今この56と書いてあるのは6から出発するものと65になります。この132と書いたものは2から出発すると思うと213になります。いいですか？だからそういうふうに書いても、時間としては変わらないってことになります。ので、そういうふうに書いても構わないんです。だからまあ、巡回記号の書き方は、実はいくつかあるんですけども、それは、どのように書いても構わない。好きなものということになります。ですが、一般的には、一番初めのところに、その、経路の中の一番小さな数字を持ってくることが多いです。で、そのように、ここでは書いてます。でも、そうする必要はないです、特に。でも、まあ、その方が見やすいので、よくそのように書かれるってことはあります。で、これが今、直感的に巡回記法の説明をしたんですけども、今からちゃんとした説明をしていきます。そのためにはですね、まずですね、だから巡回記法の話をするときに、まず巡回置換というのを定義します。で、それ何かというと、先ほどの言い方で言うと、長さが、2以上の有効経路をただ1つしか持たないような置換のことを巡回置換と言います。で、それをちゃんと定義したのはここです。で、ちゃんと定義しようとすると、割と大変なんですよね。だから、図のイメージはこれなんだけども、それを数学的にちゃんと書こうとするとどうするんだってことになったときに、まあ、それをですね、ちゃんと記述するっていうのは、割とその数学的な能力が必要で、ちゃんと言わなくちゃいけないんですけども、それをここではやっています。で、どういうふうにやってるのかっていうと、まず、この経路の部分を記述します。で、それはですね、先ほどの言い方で言うと、その、経路の、始まるところですね。であるようなスモール x と経路の長さを表す k を取ってきます。で、そのある x と自然数 k が存在して、次が、で、k の要素数じゃなくて、k の大きさは、k は2乗だとします。はい。で、次が何ですかと。x、πx、π2 乗 x、で、π、k-1 乗 x は正で異なる。で、なおかつ、x イコール πk 乗 x である。で、この部分で、その経路を表します。長さ系の有効経路を表しています。ちょっと下の例で後で見ますね。で、他のところは変わらない。だから、そこに入っていない、そうですね。だから、今の上で書いた、この、要素の補集合の要素である y は、y イコール πy を満たすと。だから、これは、この長さ1の経路を表しています。ということになります。で、じゃあ下の例で見てみましょう。ありますね。で、何かっていうと、この例は何かというと、例えばですね、x として、4を取ってきます。見ようかな。ちょっと4は下の話から続かないんで、x として2を取ってきます。2を取ってきます。そうすると何が言えるかっていうと、今ですね、ここを見ますね。ここ見ますね。x は2なんですけども、じゃあ πx は何でしょうと。だからその、π によって x が何に移されるか、2が何に移されるかっていうと、この矢印を見ると、これ6に移されるんです。これ6ですね。この6が πx です。じゃあ、π2 乗 x は何でしょ
で、π2 乗 x は定義から π、πx なんですね。だから、π で6は何に移されますかと聞いたわけです。そうすると、6は3に移されると。これは π2 乗 x、これ3です。これ π2 乗 x ですね。で、同じように考えると、π3 乗 x っていうのはこれ4になります。ですね。π3 乗 x です。じゃあ、π4 乗 x は何でしょうって言われたら、同じように考えると、これは2になります。ですね。そうすると、この2っていうのは同じならばです。それはここの条件ですね。だからこれ K が4の場合になるわけです。これで。でしょうか。で、他の、この経路に関わっていない1と5っていうのは変わらないと。ということになります。いいでしょうか。いいですかね。で、ちょっと消すと。で、その後、で、この巡回置換をこの1行で表します。巡回置換をこの x から始めて、πx、π2 乗 x、点点点、πk-1x で、丸括弧で閉じるという形で表す。というのが、この巡回置換の巡回記法です。だからこの場合は、2634というふうになっているのを2634。こう書きましょうということになります。これが巡回置換とその巡回記法です。いいでしょうか。で、巡回記号っていうのは、この巡回置換に対して今定義してるんですけども、一般の置換っていうのは、さっき言ったみたいに、この互いに素な巡回置換の積として表せます。ので、そのように表したのが、置換の巡回記号です。何を言ってるかっていうと、このように、132っていう部分のその巡回と、56っていう部分の巡回があるとしたら、それは13の部分だけを動かすような巡回置換と、56の部分だけ動かす巡回置換です。だからこの2つが巡回置換ですね。点をつける。巡回置換。で、右側も巡回置換。で、その、積として書いてるということですね。だから、この赤い部分が6個。青い部分が6個。で、注意しなく、注意というか、さっきもちょっと言ったようなことを言うと、これは、動かしている部分が、互いに素、132っていう部分と56っていう部分は同じ要素を持ってないので、これは、入れ替えて書いても、置換としては変わらないわけです。ですね。だから、なんかこれ、括弧を2つ並べてるように、見えてるんだけども、実はこれは並べてるっていうのは、これは、132と56っていうのを、その2つの巡回置換を合成してるんだっていうふうにまず見てほしいと。すいません。それはちゃんと言ってなくて、合成するんだと思ってほしくて、その合成は、その巡回してる部分で同じ要素を、使っていないので、入れ替えても同じ置換になるということになります。いいでしょうか。これが巡回記法ですね。置換の巡回記法です。で、ちょっと巡回記法に慣れるというために、今ここの下にあるような図で表される置換を考えましょうと。で、そうすると、2行記号で書くとこんな感じですね。書いてますね。例えば、1は6に移るっていうのはここに書かれている。3が3に移るっていうのはここに書かれている。こんな感じですね。で、まあ、巡回記号で書くとこんな感じ。167だったら167。2541144だったらこうですね。2541144。こうなってると。こういうことです。いいですかね。わかりますかね。こんな感じになります。はい。で、別のもの。今ですね、じゃあこの x イコール1234っていうこの集合があったときに、これ上の置換をすべて考えましょう。で、そうすると、まずですね、置換の総数はいくつかっていうと、これはその4つの要素を持つ集合上の順列の総数なので、これ4の階乗になります。ですね。4の階乗何かっていうと、なんか間違えそうですけども、24ですね。で、24個ここにはなくて、ここには12個しかなくて、次のページにもこれ続きます。で、その24個のうちの1つが、あ、しまった、進んでしまった。24個のうちの1つが、この1234、1234、こういうものですね。で、これは、口頭置換。なので、まあ、いいと表すということですね。
例えば、ここにあるのは1234を2134に移すような置換っていうのは、2と1だけを入れ替えているので、これは1、2。これは隣接互換でもあるということになります。これですね。1234を2342って移すっていうのは、これは1が2、2が3、3が4、4が1ですね。これぐるっと回ってるって感じですね。1234。こういうふうに書けるということになります。で、こんな感じで、一つ一つの、置換を一行記法で、一行じゃないや、巡回記法で書くことができるということになります。こんな感じですね。同じようになってますね。はい。まあ、こんな感じで、まあ、ちょっと慣れる必要はあるかもしれませんけども、冷静になれば書けると思うので、実際書いてみてください。だから、この文字同士でいきなりですね、こういうことをパッと見せられても分かんなかったら、ちゃんと図を書いてもらいたいです。例えば、この図から、1、2、3、4というのがあったときには、まず1が3に移るんだと。1が3に移る。で、2が1に移るんだということから、こうだと。次、3が2に移るんだと書いてあるから、3が。で、4が4に移るんだということだから、こうだと。そうすると、1、3、2っていう順番になってるんだということから、こうだなと。わかると思うんですよね。という感じで、文字面だけ追ってると、わかんないかもしれないので、その時にちゃんと自分で図を書いて、作るというふうにしてみてください。はい。ではですね、初めにちょっとご紹介したパズルですね。それの回答をちょっと考えて、回答じゃないと、考え方考やってみたいと思います。どういう問題だったかっていうと、100人の死刑囚がいて、死刑囚には番号が1から100まで振られていると。で、死刑囚は1人ずつ別々にですね、部屋に連れられていって、100個の箱があるんですけども、そこに、箱にも番号が書かれています。1から100。で、紙がですね、箱の中に入っていて、その紙には1から100の番号が書かれています。すべて異なります。で、死刑囚はその箱の中の50個の箱を開けられます。で、開けた箱の中に自分と同じ番号の紙が入っては成功で、そうでなければ失敗。で、全員の死刑囚が成功すると全員釈放されるんだけど、そうじゃなかったら、全員釈放されないまま。ということですね。で、死刑囚が前もって相談して、どのように箱を開けるのかってことは、なんだろうな。相談できます。で、その時に死刑囚はどれほどの確率で全員釈放されますかってことになります。これやると。で、先ほど言っていたのは、各死刑囚がランダムに50個の箱を開けるっていうふうに、開けるって感じが間違ってるな。開けるっていうふうにしても、この確率がほぼゼロに、こんなのでは全然成功しないでしょうってなっちゃうわけですね。じゃあ、で、これは、それでやったシミュレーションの図ですね。先ほど説明しました。で、ここで、スキャンによる賢い戦略をご紹介します。何でしょう。囚人 i。だから、各囚人には番号が振られているわけです。で、その i 番目の囚人 i はこれをやります。まず、自分の番号の箱を開けます。箱 i を開けます。例えば、1番3。来時点で1番3、ちょっと一般性がないから。4番3。開けたら、4番3は4の箱を開けます。4の箱を開けると、その中に紙が入っていて番号になるわけですね。で、ここの中にもうすでに4っていう、紙が入っていれば、この人成功なわけです。だから、そうじゃない場合考えます。そうじゃなかったら、まあ、別の番号を書いてあるわけです。例えば、87とか、ここ書いてあるわけです。で、87が書いてあったらどうするかというと、ですね。そうでなければ。だから、ちゃんと言いましたね。2番。今、開けた箱に書いてある紙の番号が i ならば、で、成功で終了です。で、そうじゃなかったら87です。そうじゃなかったらどうするかというと、この紙に書いてある番号の箱を開けます。だから今、87っていう番号が出てきたら、次に開けるのが87番です。で、まあ、87の中には、もしかしたら4が入ってるかもしれないんだけども、そうじゃなくて、例えばここに52と書いてあったら、次は52を開けます。で、52を開けたら、もしかしたら4が入ってるかもしれない。ってことですね。で、まあ、4が入ってないかもしれなくて、4が入ってなくて、例えばここに、なんでも36とか入ってあったら、次は36が開けるわけです。っていうふうに続けていく。50個開けるまで。というのが、賢い戦略です。何がこれが賢いのかってことは、わかんないかもしれませんけども、これは、先に、結論
シミュレーションにした方がいいですかね。2次第の方がいいかな。シミュレーションにした方がいいかな。ちょっと迷うんだけど、これが賢いんですね。なぜか。これが先ほどの痴漢の、考え方と関係していきます。あ、先ほど、まず出てきましたね。シミュレーション。シミュレーションとこんな感じになります。何かというと、先ほどの、単純な戦略っていうのは、成功した囚人の数、この青い線っていうのは、大抵、この50ぐらいに留まったんですよ。でも、この賢い戦略にした途端に、100人全員成功するっていうのが、相当な割合で出てきてます。相当な割合で。先ほど1回もなかったんです。1回もなかったのが相当な割合で出てきています。で、相当な割合で出てきていて、で、今このオレンジの線ですね、この成功率、累積成功率というか、時間経過に伴った累積成功率っていうのが、まあ、初めちょっと運が悪くて成功しなかったんだけども、だん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 ここら辺、28.2%ぐらいに落ち着いてきています。これすごいですね。先ほども確率はほぼゼロで出してたし、500回やっても1回も成功しなかったんですよ。でもそれが500回中、何でしょうね、500回中が14点、141回ですかね、141回成功してる。これ相当成功してます。相当成功してます。まあ、もちろんですね、28.2%で釈放されないっていう可能性は、もちろん、なんだろうな、70%ぐらいあるわけですけども、先ほどの、もう、どんだけ頑張っても無駄とか無理とかっていうところに比べて、はるかに成功率が上がってるわけですね。この賢い戦略が。で、なんでこんなふうに、今これシミュレーションなんですけど、これがちゃんと数学的にこんなに上がるんだっていうことは言えます。で、なんでか。っていうところで、先ほどの痴漢の考え方を見てみます。で、何かというと、鍵となる考え方。箱 i の中にある紙の番号が πi であるという痴漢を考える。今ですね、先ほど言ってたのがちょっと何を何を言ってたか分かる、ちょっと思いますけども、これですね。今こんな感じで映されてるっていうのは、これは、この4っていうのが87に映されて、87っていうのが50に映されてて、こういう痴漢だと思うんです。こういう痴漢だと思うわけです。図が汚すぎるんですけどね。こういう痴漢だと思うわけです。こういう痴漢だと思うんですね。例えば、まあ、これ今、14個しか要素がないから、あんまりよく見たら知りませんけども、まあ、例えばその1という箱を開けたら、6が出てきたら、次、こうなってると。で、6という箱を開けたら、次7が出てきたら、7に行くと。まあ、こんな感じになっている。で、そうすると、何が起こるかっていうと、例えば、今、さっきみたいに、じゃあ今、なんだろうな。14人しか囚人がいなくて、14個の箱が、から作られる、機関がこんな風になっているとしますね。で、そうすると、1番の囚人は、初めにこの1という箱を開けるわけです。で、1という箱を開けたら、そこに書かれている箱が6なので、こう6を見るわけですね。で、6を開けると。6の箱を開けると。そうすると7が出てくるので、次7の箱を開けると。で、7の箱を開けたら、次は1が出てくると分かるわけです。つまり、1番の人は、この経路に沿って戻ってきたときに、自分の番号と同じ紙を引くことになって、その人は成功します。ですか。例えば、14番の人が、初めに14っていう、箱を開けたら、そこに2番が入ってるので、次こう2番に行くと。の箱を開けに行くと。2番の箱を開けたら、次5番の箱を開けて、4番の箱を開けて、11番の箱を開けて、11番の箱を開けたら14っていう感じで出てきて、成功になるという感じなわけですね。つまり何を言ってるかっていうと、先ほどの100人の場合に何が起こるかっていうと、i っていう箱をまず、i 番目の囚人の人を開けるわけです。で、この経路に沿ってどん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 進んでいきます。で、最終的に i に戻ってくるわけです。で、その時に必ず成功します。必ずと言ったんだけども、成功しない場合があって、どういう場合に成功しないかっていうと、この経路の長さが50を超える場合。この経路の頂点数ですね、長さが50を超えなければ、必ず50回までに自分自身に戻ってきます。けども50を超えると失敗しています。だからそういう時には失敗しちゃうんだけども、そうじゃない限りは必ず成功します。これがすごいんです。
で、そうすると、運悪くですね、50を超えてるときが、これ必ず失敗しますね。これ、必ず失敗します。これもポイントで、50を超えてるところ、これ必ず失敗します。ですが、50を超えてないと必ず成功するので、すごくその成功率高いわけです。だ別の言い方すると、だから、まずこの質のまとめですね。すべての囚人が成功するのはいつかっていうと、時間における互いに相な巡回時間の長さがどれも50以下になるかです。どれも50以下です。一つでも50を超えるものがあったら、失敗します。そこの、その経路に囚われている、囚人は必ず失敗するので、全体としても失敗します。じゃあ何を考えなくちゃいけないかっていうと、このような、その巡回期間で長さが50のものが生じる確率です。どんなもんでしょうか。ですね。で、ポイント、まず何かっていうと、長さが50を超える巡回期間っていうのは、あったとしても、一つしかありません。なんでかっていうと、要素数が100だから。100だから、50を超える巡回時間が2つあると、それで要素数を100超えてしまいます。だから要素数が、長さが50を超える巡回時間は1つしかありません。じゃあそのような巡回時間が生まれる確率を考えましょう。ただその数を数えます。何かというと、100の階乗通りある時間の中で、長さが50を超える巡回時間を持つものがいくつあるかということを数えます。で、じゃあそのためにその巡回時間の長さを L としましょう。L は50より大きい整数ですね。で、要素100の時間の中で、長さが L の巡回時間を持つもの総数はいくつでしょうということを数えます。で、そうすると、まずは、長さが L の巡回時間の中に含まれる要素、L 個っていうのを取り出していきます。それが100中ず L です。100個の中から、この巡回時間のこの経路の中に入っている要素を選びます。100中ず L です。で、そうしたら、この L 個の要素を、ぐるっと回るように並べます。で、並べる方法っていうのは、L 個のものを一列に並べた中で、一個一個その回したものが、同じとみなすってことになるので、その総数っていうのは、L マイナス1の階乗になります。だからこれが、平の総数です。で、そうすると、残ったものがあるわけです。残った選ばれてない要素。100マイナス L 個。で、これらの間の矢印の引き方は、どうでもいいわけです。右です。だそれは100マイナス L の階乗です。だそれは100マイナス L 個の要素の上の時間になりますから、100マイナス L の階乗になります。ですか？いいですか？これが要素数100の時間の中で、長さ L の巡回時間の総数です。でしょうか？じゃこれを整理しましょう。これ、実は計算します。100の100中ず L っていうのは100の階乗を割る L の階乗100マイナスの階乗ですね。そここは消えますね。ここは消えます。で、L の階乗と L マイナス1の階乗を比べると、L の階乗っていうのは L かける L マイナス1の階乗ですから、L が残るということになります。あと100の階乗も残る。こんな感じになります。いいですか？いいですか？ではですね、今 L っていうのは50よりも大きな整数だったわけですね。だからそうすると、何かというと、ちょっと前に書こうかな。そうすると何かというと、長さが50を、ここは超える、ここ超える、字が汚くて、まあ今更ですが、巡回時間の数は何かっていうと、ここに書いた、L 分の100の階乗っていうのを、L が51から100まで足したものなんですね。私、これが何だかって今のところわかんないですけども、こんな感じになります。これ L です。すいません。もう全体的に字が L です。で、そうすると、何かっていうと、長さが50を超える巡回時間が生じる確率が分かります。で、それは何かっていうと、この行を100の階乗で割ったものです。じゃあ、これですね。で、それが失敗確率になります。失敗する確率っていうのは、これになります。で、これ100の階乗、これキャンセルされますから、この和だけになって、和は L に依存しませんか、これ計算できます。で、計算すると 0.68 ぐらいになります。これは、すごく小さいですね。で、失敗確率が、
0.68 だっていうふうに言ってるんで、成功確率は1引くこれですね。1引く0.68。だから 0.3。だから 32% ぐらいの確率で成功するってことが、この計算からわかります。先ほどのシミュレーションでは 27% が 28% ぐらいだったので、まあ、この 32% にはまだ達してないんですけども、もっと多分、何回か繰り返していくと、どん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 この32に収束していくでしょうということになります。いいでしょうか。で、これはですね、これ比べてるんですね。単純な戦略だと、大体その全ての人の、成功した囚人数の大体その50の周りに落ち着いて、100に1回も至らないので、毎回毎回失敗すると。けども、賢い戦略でいったものの場合には、先ほど言った通り、その 32% ぐらいの確率で100人全員成功するということになるわけです。で、ちょっと注目してほしいのは、この単純な戦略では成功した囚人数は大体この50人ぐらいになっているんだけども、この賢い戦略では失敗したときに、例えばこの0人成功するとか、そういうこともあり得るわけです。誰も成功しない。先ほど言ったみたいに、例えばですね、なんだろうな、全体で一つの大きな、流行兵を作っている場合、100人すべての人を取り囲むような経路を作っていると、その場合には全員成功しないんです。実は誰も成功しないんですね。で、そういうことも起きる可能性があるんですね、賢い戦略っていうのは。だから何が起きているのかっていうと、その観点で言うと、これは成功した囚人数のヒストグラムです。で、これ軸が成功した、500回試行した中で何人成功したのかっていうことの頻度を書いています。で、横軸が成功した囚人数。で、縦軸がその囚人数が成功したのが、この500回のうち何回あったかっていう回数です。で、そうするとこれ見てみると、例えばこの50回ぐらい成功しているのが38回ぐらいあるとかね。50人成功したのが38人ぐらいあると。50人成功している回が38回ぐらいあると。こういうことがわかるわけです。で、大体そこら辺がこの50の周りに集まっているっていうのは、このランダムな言い方によると、まあその、中心分限定というか、そんな感じになって、まあ、これもなんかもしかしたらこういう正義分布に近づいていくということもわかるし、対数の法則でこの平均にだんだんこう寄っていくということもわかるかもしれない。ってことになるわけですね。これが単純な戦略なわけです。で、賢い戦略はどうなってるかっていうと、こんな感じになってます。賢い戦略だと、100人全員成功する回が、まあ、何回か起きてるんだけども、それ以外の場合は50人周りに集まるわけになって、すごく左に寄ってるわけです。先ほどの考察からもわかります。で、0人が成功する、0人が誰も成功しないという場合も何回か起きる可能性もあるわけですね。で、このように、うまく、なんていうの、確率分布をですね、歪めてるんですね。これがポイントなんですね。これをうまく見つけたのがすごいですね。だからこれ重ねてみると、こんな感じになっていると。だから賢い戦略の場合は、この50人周りに集まっているっていう、ことですし、一人一人のですね、戦略がですね、独立なんですね。独立。だから、確率分布で独立なんですけども、この賢い戦略、独立性を壊すことで、100の方にうまく寄らせる場合もあるし、この下の方に寄らせる場合もあるという感じになっているわけです。で、これで成功率をガクンと上げていると。ガクンと、とても高く上げているということになります。で、まあ、これはその、先ほど言ったみたいな、この痴漢の、この経路構造といいますか、この巡回という見方をうまく使っているということになります。よろしいでしょうか。はい。ちょっと今日時間がオーバーするので、すいません。ではですね、あとちょっと3つぐらいの話をしたいんですけども、次、痴漢の符号という話です。何かっていうと、痴漢をですね、五感の席として見てみるということを話します。今ですね、痴漢にこのような、前端者と思っていきます。二度中はここですね。で、この図をですね、ちょっと右に引き伸ばしてみます。こんな感じで。で、右に引き伸ばしてみると、これどんな感じになってるかっていうと、実はですね、この痴漢っていうのは五感の席で書けていると。しかも、これ、この場合はですね、隣接五感ですね。隣接互換の式で書けているということがわかります。何かというと、1234っていうのを1234に進んだけど、これ初めに3と4を交換しましょう。最後に交換しますね。最後に12を交換します。これ12ですね。で、その前に23を交換しましょう。23交換しましょうと。で、次に、その前に12を交換しましょう。で、一番初めに34を交換しましょう。
という形の積でかけているというふうに見るわけです。ですね。この、3、4っていうのは、3と4だけを交換するっていう長さが2の経路だと思ってるわけですね。それは互換です。互換です。で、このように、この図を見れば、それをぐーっとですね、左右に引き伸ばしてあげてみると、互換の積として時間がかけるということがわかります。ただし、この、互換の積として書くという方法は一通りではありません。まあ、例えば、こんな感じで見てみて、この2はずっとそのまま。で、はじめに、ここでこの3と、これは、最後に1と3を入れ替えて、その前に3と4を入れ替えると。まあ、こういう形で書くことができるわけです。いいですかね。だからこの 2は全然これ変わらないので、この2は無視してですね。こういうふうに書くこともできます。で、ですね、ここまでのまとめ。2の時間は今みたいにこうぐーっと引き伸ばすという感じの見方をすると、いくつかの互換の積の合成として、積として必ず表せます。だけども、その表し方は一通りではないです。しかし、次のことが一般的に言います。で、これ証明はしないんですが、何かというと、任意の有限集合 X 乗の任意の時間 π に対して、π を互換の積として表したときの、その中で現れる互換の数の分岐は必ず等しい。上の例では何を言ってるかというと、この表し方、ここでは互換が4つ現れています。で、後ろの表し方、ここでは互換が2つ現れています。で、これどちらか偶数なんです。どちらも偶数なんですね。で、別の言い方すると、別の言い方というか、この下のことが正しいとすると何かというと、このようにいろんな形で一つの時間を互換の積として表せるんだけども、この場合はその数は必ず偶数になって、奇数個の互換の積ではこれは表せません。ってことをここに言ってます。でこれはですね、まあ、証明はしないんだけども、雰囲気だけ言うと、雰囲気だけ言うと、まあ、この図形をですね、じーっと眺めるとわかるっていうふうに言ってたのに、じっと眺めるとわかるかもしれないので、ちょっとじっと眺めてみてください。で、それが、あるので、それをもとにして、その、使われる互換の数によって、時間の呼び名があります。偶数個の互換の積として表せる時間のことを偶時間といって、奇数個の互換の積として表される時間のことを奇時間というふうに言います。で、例えば、ここに、例があります。高等時間は偶時間です。高等時間っていうのは、0個の互換の積なので、0は偶数なので、偶時間です。一方、この1234っていう巡回時間、これは奇時間です。まずその、じゃあ1234っていうのを図で書いてみますね。1234っていうのを、この図で書いてみると、1234、こうなります。で、これを1を2に移して、2を3に移して、3を4に移して、4に移して、こういうことですね。こういう巡回時間ですね。で、そうすると、これは、ぐーっと引き伸ばしてあげることをイメージすると、ぐーっと引き伸ばすことをイメージすると、どんな感じになっているかっていうと、まず、3、4が交差してて、で、ここに行ったらこうなって、次は2と3が交差してて、で、ここに行ったらこうなって、次に1と2が交差して、こうなると。こういう感じですね。で、この部分が1、こんな感じになるんですね。この部分が2、3、こんな感じ、こんな感じになります。だからですね、別に言い方すると、この図を書いたときに、この交差の点の数ですね。これによって、奇時間か偶時間か決まります。で、この3個だから、奇時間、3が奇数だから奇時間。こういうふうに思ってください。いいでしょうか。で、そう思ってちょっと練習問題だって。こんな感じですね。今言ったみたいに、こういう図があったら、その交点の数を調べれば、交点の数を調べれば、偶置間か奇置間か分かるということになります。で、例えば、今、この、置間は、この交点が3つあるので、これ奇置間。こんな感じですね。で、真ん中の図は、1個、2個、3個、4個、5個、6個、7、8、9。9から、これも奇置間のはずですね。こんな感じです。で、右のやつは、なんかここに1個かなっていうのを思うのも、ここはですね、たくさんの、矢印がこれ一定で集まっちゃってるんで、こういう時はですね、この線をですね、バラバラにしてあげてください。
こんな感じですね。このバラバラです。で、そうすると数は、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10、10個あるという感じになりますんで、この右側の痴漢は、これはグー痴漢ですね。だから、初めのように1個に集まっているところで、1個だと思わないようにしてください。いいでしょうか。はい。で、今、痴漢の符号って話をしたんですけども、ここからちょっと、痴漢群っていう、ちょっと別の話をします。ですね、痴漢群というのは何かというと、これは痴漢の集合です。痴漢の集合。あ、ここで初めてその群って話が出てくるんですけども、群って何かというとですね、痴漢群というのは何かというと、痴漢の集合で次を満たすもの。まずは、口頭痴漢を必ずこの集合で持っています。いいですね。いいよ、これ口頭痴漢ですね。で、パイとシグマっていうのが、この集合の要素だったら、パイとシグマの積もこの集合の要素です。まあ、積で閉じていると。します。で、π がこの S の要素だったら、π の逆痴漢もこの集合の要素です。逆痴漢も持つ。で、これを満たしているような痴漢の集合のことを X 乗の痴漢群と言います。だから、なんか群と言われると、なんかややこしいかなと思うんだけど、まあ、これだけのものです。これだけのものが痴漢群です。で、例はあるかな？で、例は、ちょっとここではこれだけなんですけども、特にこの X 乗対象群といったらこれ何かというと、X 乗のすべての痴漢は集合のことを言います。で、まあ、対象群って言葉が今後この授業の中で出てくるかどうかわかんないんですけども、いろんなところで対象群という言葉が出てきて、何だろうとかってすごく不安にさせられるような用語なので、ただ単に X 乗の痴漢はすべての集合が対象群です。で、それのことを SX とか、これも S です。これも S です。S なんですけども、まあ、こんな形で書くことが多いですし、X の素数が M の時には N 次の対象群とか N 次対象群と呼んで SN というふうに書くことがあります。ということですね。で、これは、X 上のすべての痴漢を集めた集合なので、その要素数っていうのは N の階乗になるということになるわけです。だから、まあ、これはただの、まあ、用語ですね。はい。で、まあ、この対象群以外にも先ほどの3つの条件を出しているような、痴漢の集合っていうのは全部痴漢群と呼ばれます。で、ちょっと痴漢群の例を挙げるために、ちょっとした、用語をもう少し定義します。それでですね、何かというと、このケーリーグラフっていうのがあるんですね。これ、定義は後ほどやりますが、で、ここに書かれてるのは何かっていうと、これは、先ほどの言い方で言うと、これ3次対象群です。つまり、要素数3の痴漢がここには全て書かれていて、それがですね、このグラフの頂点になっています。頂点になっています。で、その間にたくさん、辺というか、まあ、弧ですね、矢印が引かれているんですけども、どういうことになっているかというと、まあですね、この一つ一つの、痴漢には名前がついていて、π1 から π6 というふうな記号がついています。で、この矢印の上にも記号がついています。これ、π2 とかね、π5 とか、これ記号がついています。で、これ何を意味しているのかっていうと、例えばですね、この π2 っていう痴漢から π6 という矢印を通っていくと、π4 という頂点に行くっていうことは、何を意味するかっていうと、これですね、π2、π6 イコール π4 であるってことを表していると思ってください。まあ、π2 っていうのは、1、2、3。1、2、3を、1、3になる。これが π2 ですね。で、π6 っていうのは、そこの左に書くと、π6 っていうのは、ここにあって、π6 は、1、2、3を、3、2、1、2、3、2、1、こうなってると。で、そうすると、これ π6 ですね。π2、π6 っていうのは、この合成ですから、1、2、3、1、2、3で、1は2に移って、2は3に移って、3は1に移ると。こうなったわけですね。そうすると、これは、1が2、2が3、3が1に移るんで、1が2、2が3、3が1に移る、π4 になっていると。こういうことなわけです。いいですか？で、今ですね、この π2 を基準にして、
その π6 を2からかけると π4 に行くんだけども、他の、他の置換もかけられるわけです、2から。で例えば、π2 をかけて、π2 に π2 かけたら π1 になる。π2 に π1 かけたらこうなる。π2 に戻ってくる。π2 に π5 をかけると π3 になる。π2 に π4 をかけると π6 になる。こういうことが全部このグラフの中で情報として蓄えられているわけです。いいですか？で、こんな感じになっています。で、これは何を別の見方をすると意味にしているかというと、π2 という置換から、他の π1 から π3、π4、π5、π6 という置換を得るためにはどうしたらいいでしょうということが、ここからわかる。その右にかけるということを、して、他の置換を得るにはどうしたらいいのかということが、このグラフから読み取れると思います。そうするとですね、置換の合成ということを考えると、これはですね、すごくいい情報を含んでいて、例えば、今ですね、π3 があって、π6 があるんだけども、ここに π6、π2 っていう道、パスがあります。経路があります。そうするとそれは何かっていうと、π3 に対して π6、π2 っていうのを順に右からかけると、π6 になるんですよ。ってことも、この、グラフからわかるわけです。いいですか？なるほど、ってことになりますね。まあそういう情報をこのグラフは含んでいます。で、もう少し面白いことも分かって、何かっていうとですね、例えばですね、このグラフですね、すごくまあ煩雑なんですね。煩雑なわけです。で、これが先ほど言った3次の対象群なんですけども、この中から、この個ですね、矢印のラベルとして、π2 と π3 だけかな。π2 がついている矢印、π3 がついている矢印だけを残しましょう。で、他を全部取ってみると。こんな感じになります。でそうすると何が分かるかというと、実は、この6個の、置換があるんですけども、その移り変わりを作るためには、π2 と π3 だけで十分なんだと分かります。だから先ほどですね、その π2 に π6 をかけたら π4 になるというふうに言ったんだけども、π6 使わなくても、π2 から π2、π3、π2 っていうのをかけてあげると π4 が作れるんだということがわかります。この図見と。つまり、何を言ってるかっていうと、この6個のですね、置換を作ろうと思ったら、π2 と π3 だけあれば十分ですということがわかるわけです。うん。で、これはですね、この π2 と π3 が、π2、π3 っていうこの置換の集合が、三次対象群を生成するっていうふうに言います。だから、π1 から π6 っていう集合があって、それらすべて使って、先ほどのようなこのグラフが作れるんですけども、このグラフを作るためには、実は、π2、このグラフの頂点を全部作るためには、π2、π3 だけで十分ですと。で、そういうときに、こう生成すると。言い方をするわけです。で、その、どのような感じで生成するのかってことを考えるっていうのは、実はこの群を考える非常に重要なので、で、まあ次回も出てくるので、ここでちょっと紹介します。もう少し定義しますね、ちゃんと。あ、書いてあった、すいません。生成すると。で、じゃあ、別の見方をします。何かというと、今は先に三次対象群というものがあって、それを生成するような置換は何でしょうということで、π2、π3 が出てきたんだけども、じゃあ逆に、今ですね、1、2、3っていう、集合 X があったときに、その上の置換群で、だから対象群が限らない。すべての、置換が生成されるとは限らないんだけども、この π として1、2、3っていうこの一つの置換だけを持ってきて、これが生成する。これを使って作られる置換を全部上げることを考えましょう。で、それは何でしょうっていうのを考えてみます。そうするとですね、ここに今書いてあるのは何かっていうと、まずこれ置換群を考えるので、置換群には必ず、高等置換が入っています。高等置換が入っています。だからまず高等置換を考えます。で、高等置換の右からこの π をかけると、この π そのもの、1、2、3が出てきます。2π イコール π だから。E は高等置換の、ね。じゃあ、この π の右から π をかけたら、何ができるでしょうって言われて、これ π の2乗ができるわけです。
つまり、これによって、またああ、新しい時間が生成されます。こんな感じで生成されます。これ、π の延長が132ですね。123の逆回りって感じですね。逆回りです。これ今、これ π の延長です。ちゃんとやろうかな。123、123があって、π が1を2、2を3、3を1、これ π の2から3書くと、ちゃんと π が1を2、1、2、3の順で回している巡回時間ですが、こうなっている。だから、もう一回やると、1は3に移って、3は2に移って、2は1に移る。だから、1、3、2っていう巡回時間になります。順ですね。じゃあ、1、3、2に対して、もう一回 π を2から書き取るとどうなるかというと、これは、口頭時間に戻ります。で、そうすると、この π だけを使って、この、口頭時間から生み出される、生成される時間っていうのは、この3つに限られます。で、重要なポイントがあって何かというと、このように、あるものから生成される、この時間の集合っていうのは、あるものを使って、口頭時間から作られるもの全部を挙げると、これは必ず時間群になります。この場合は、実は、これが π で、π 二乗。だから、この、g という集合としては、e、π 二乗になっているんですけど、実は、この π 二乗っていうのが、π の略値間になっていることになります。なんでかっていうと、この図から、π の3乗っていうのが、口頭値間だということがわかります。ですね。そうすると、この両辺に、π インバースをかける。かけるってことをすると、あ、右からかけるってことをすると、π3 乗 π インバースイコール e π インバース。こんな感じなんです。これもあるんでしょう。こうなります。で、そうすると、左側、先ほどの、初めの方に指数法則を使ってですね、π2 乗になって、こっちが π インバース。こんな感じなんですね。って感じで、必ず、逆写像も、逆置換もこの字に含まれているっていう性質も成り立ちますし、口頭置換も含まれてますし、合成で閉じているっていうのも、この例の場合には成り立ってます。いいでしょうか。で、ちょっと別の例を挙げますね。あ、じゃあ、すみません。で、この、π インバースもあると思うと、こんな感じになると。あると思うと、すみません。π インバースを適用すると、こんな形になるということになります。π インバースは本来はこれ書くものではないです。すみません。だから、π インバースに本来は書いていきませんけども、π インバースまでの、書く前までのところの話から、これが得られるということになります。で、別のものですね。x1、2、3乗の置換群で、π1 として1、2、π2、2、3。だから、これは互換ですね。1と2を入れ替えるというのと、3を入れ替えるというもの。これが生成するものを g とすると、 g は何でしょうか。これが何になります。そうするとまたですね、この口頭置換が考えられるわけです。で、今度は2つありますから、この2つのものを、今ある置換のにかけて何が得られるのかということを作っていきます。そうすると、口頭置換に対してそれをやると、2つの異なる置換が得られます。ではですね、この1、2に対して π1 と π2 を2回かけましょう。どうなるかというと、π1 をかけるとですね、元に戻るんですけども、π2 かけるとまた違う時間が得られます。ちょっとこれやってみてください、実際に。で、π2 の方ですね。2、3の方にも同じように、π1 と π2 を2回かけると、どうなるかというと、π1 をかけると1、3、2という別の時間が得られて、π2 をかけると e になります。じゃあですね、じゃ今、1、2、3に対して、π1 と π2 を2回かけましょう。そうすると、π2 をかけると π も戻るんですけども、π1 かけると新しい時間が得られます。じゃあ、1、3、2。これに対して π1 と π2 を2回かけましょうと。で、そうすると、π1 に対しては元に戻るんですけども、π2 で、あた、これ1、3っていう先ほど作られた、これですね、時間になります。じゃあ、1、3に対して π1 と π2 に2回かけましょう。そうすると、どうなるかっていうと、これ元に戻って、で、これによって、もうこれ以上新しい時間得られませんから、これで時間分は定まったということになります。この場合、G というのは、この6個の置換からなる集合で、この場合、3つの要素しかありませんから、これつまり、
3次対象分がやれたということになります。3次対象分がということになります。まあ、こんな感じで、その生成するその置換の集合を持ってきて、それが生成する置換群というのを考えることができるようになります。じゃあ、もう、ここでちょっとちゃんと定義をするかというと、X 上の置換の集合 S というのを考えます。先ほどだと、π1、π2 という2つの置換からなる集合となります。で、S が生成する X 上の置換群というのは、X 上の置換群で S を含むような最小のものです。だから何かっていうと、その E を使って、そこから S の要素を使って、どん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 生成していって、生成、それ以上新しいものができなくなったというところが、S が生成する X の置換群です。で、それのことを、まあ、このような、括弧ですね、を使って書くこともあります。ここに書いてあるのは先ほどまでですね。で、その時、置換群 G に対して、G がその S で生成される場合に、S を G の生成形ということがあります。まあ、これはちょっと、用語ですね。用語です。実際にですね、これがその置換群になるってことは、演習問題になります。で、初めに書いたですね、この図で表すの KD グラフなんですけども、これ何かというと、次のようにして定義される有効グラフです。何かというと、頂点集合はこの置換群の要素です。要素です。で、個があるのは、その生成系の要素ですね。シグマが存在して、π に右からシグマをかけたら π プライムが得られる。っていうときに、この π、π プライムっていうことっていうのは、これは、π から π プライムに向かっている矢印を指します。で、そのときには、この矢印の上にシグマっていうラベルをつけることも多いです。ちょっとこれ右側の図は、本来は、π インバースであってはいけないので、それは、すいません、間違ってるので、これは、消してください。この矢印もすいません。ということになります。で、まあ、その KD グラフを考えることで、この生成系から作られる置換群が何になるのかということは考えやすいと思うので、ぜひその、置換群の生成系から作るときには KD グラフ考えてみてください。まあ、KD グラフ自体も、面白い構造を持っていたりするんですけども、それはちょっとこのコードの範囲を超えるので、あんまり扱いません。では、今日のまとめですね。今日は置換群に関する基礎的な用語として、いろんなことを紹介しまして、まあ、内容多かったと思うんですけども、今日は割とその定義が多かった部分なので、しっかりと定義の内容を復習して、その内容がちゃんと使えるようになってください。では、今日の授業はこれで終わりになります。ありがとうございました。